プロジェクトジュピターは数十のプログラミング言語にわたるインタラクティブコンピューティング用のオープンソースソフトウェア、オープンスタンダードサービスを開発するために設立された非営利団体である。プロジェクトジュピターは2014年にファーネンド・オペレスによって IP 遺産から分離された数十の言語の実行環境をサポートしている。プロジェクトジュピターの名前は ジュピターによってサポートされている3つのコアプログラミング、言語である、ジュリア、Python、R への言及であり、ジュピターの衛星の発見を記録した、ガリレオのノートブックへのオマージュでもある。プロジェクトジュピターは、インタラクティブコンピューティング製品であるジュピター、ノートブック、ジュピターハブ、およびジュピターノートブックの次世代バージョンである、ジュピターラブを開発してサポートしている。2014年、 フェルナンド・ペレスは IP さんからプロジェクトジュピターと呼ばれるスピンオフプロジェクトを発表した。IP プイさんは、ジュピターの Python ル及びカーネルとして存在し続けるがノートブックやその他の言語に依存しない IP さんの部分はジュピターの名前で移動した。ジュピターは言語に依存せず Julia、R、Haskel、Ruby、ルビー そしてもちろん IP3 カーネルを介した Python など数十の言語の実行環境をサポートしている。2015年 GitHub と Jupyter プロジェクトは GitHub プラットフォームでの Jupyter ノートブックファイル形式のネイティブレンダリングを発表した。プロジェクト Jupyter の運営理念はオープンソースソフトウェアの開発を通じてすべてのプログラミング言語にわたってインタラクティブな データサイエンスと科学計算をサポートすることである。プロジェクト Jupyter のウェブサイトによると Jupyter は常に100%オープンソースソフトウェアであり誰でも自由に使用でき変更された BSD ライセンスの自由な条件の下でリリースされる。Jupyter ーノートブックは Jupyter ーノートブックドキュメントを作成共有するためのウェブアプリケーションである。Jupyter ーノートブックドキュメントは プログラムコード、マークダウンテキスト、数式、図式等を含むことができる。これにより数値計算アルゴリズムとシミュレーション結果、統計解析コードと、その実行結果、グラフ、機械学習モデルと推論出力など、様々なプログラムと、その結果を再実行可能な一つのドキュメントとして表現できる。Jupyter ノートブックの内部では、コードやテキストが、 ノートブックドキュメントとして書かれ、Jupyter ノートブックがそれを表示、編集可能にし、ノートブックサーバーが保存、バリデーションを行い、カーネルが実際のコード実行を行う。交互的なノートブックという語がこのうちのどの段階を指すかは文脈による。Jupyter ノートブックは、u ブッキンバートライブラリー、または Jupyter& ブッキンバートコマンドを介して、Web インターフェースの ダウンロードアズを介して多くのオープンな標準出力形式に変換できる。シェルのラインインターフェース。ウェブ上の Jupyter ノートブックドキュメントの視覚化を簡素化するために u b u c k i n b a r ライブラリーは u b ベ e a を介してサービスとして提供されており、公開されている任意のノートブックドキュメントへの URL を取得し、その場で HTML に変換してユーザーに表示できる。 Jupyter Notebook インターフェース Jupyter Notebook は数多くの人気のあるオープンソースライブラリーに基づいて構築されたブラウザベースのレプルを提供する。Jupyter Notebook は多くのカーネルに接続できるため多くの言語でプログラミングできる。デフォルトでは Jupyter Notebook には IP 遺産カーネルが付属している。2.3リリースの時点で Python, R, Julia ハスケルを含む多くのプログラミング言語用に、現在49の j u p タ t e r 互換カーネルがある。ノートブックインターフェースは0.12リリースに IP3 に追加され、2015年に j u p タ t e r ノートブックに名前が変更された。j u p タ t e r ノートブックは Maple m a マテ e m a t i c a 1980年代に m a セマ e m a t i c a で生まれた計算インターフェーススタイルである。 セイジマスなどの他のプログラムのノートブックインターフェースに似ている。ザ・アトランティックによると、ジュピターの関心は、マセマティカノートブックインターフェースの人気を2018年の初めに追い越した。実行環境、ジュピターノートブックは Web アプリケーションであるため、動作にはサーバーが必要である。ローカルマシンへのインストールから、マネージドクラウドでのワンクリック起動まで、 様々な形式での実行環境が存在している。ファイルフォーマット Jupyter ノートブックドキュメントの形式は Jupyter ノートブックフォーマットであり、拡張子は iPan 部である。カーネルや言語等のメタデータ、ソースに相当するコードセルズやマークダウンセルズ、実行結果を記述するセルなどからなる。ファイル形式は JSON であり、テキストデータとして記述、編集することが可能である。 i p a ン部を扱うリファレンス実装には u m フォーマットがある。Jupyter カーネルは様々なタイプのリクエストの処理と応答の提供を担当するプログラムである。カーネルはネットワーク経由でジローミックを使用して Jupyter の他のコンポーネントと通信するため同じマシンまたはリモートマシン上に置くことができる。他の多くのノートブックのようなインターフェースとは異なりジュピターでは カーネルはそれらが特定のドキュメントに添付されていることを認識せず、一度に多くのクライアントに接続できる。通常、カーネルは単一言語の実行のみを許可するが、いくつかの例外がある。JupyterHub は JupyterNotebooks ーーのマルチユーザーサーバーである。多くの単一の JupyterNotebook ーーサーバーを生成、管理、プロキシすることにより、多くのユーザーをサポートするように設計されている。 JupyterHub ではサーバーの管理が必要であるが Jupyter などのサードパーティーサービスはクラウドでマルチユーザージュピターノートブックをホスト及び管理することにより JupyterHub の代替手段を提供する JupyterLab はプロジェクト Jupyter の次世代ユーザーインターフェースである柔軟で強力なユーザーインターフェースでクラシックな Jupyter ノートブックの使い慣れた全ての ビルディングブロックを提供する。最初の安定版リリースは2018年2月20日に発表された。ジュピターブックは計算資料から美しい出版品質の本やドキュメントを作成するためのオープンソースプロジェクトである。これによりユーザーはマークダウンミストと呼ばれるマークダウンの拡張バージョンマスジャックスを使用したマス s and Ichijans j ー p y t e r リーストラクチャードテックスとビルド時に実行されている Jupyter ノトバックスの出力などを組み合わせてコンテンツを構築できる。ブグレイーダーは Jupyter ーノートブックで割り当てを作成およびグレーディングするためのツールである。これによりインストラクターは Python またはその他のサポートされているカーネルおよびテキスト応答でのコーディング演習を含む割り当てを作成できる。 提出された課題は、自動的にマークをつけたり、手動で採点したり、両方を組み合わせたりすることができる。ありがとうございます。